フレンズハイクの黒間です。今日からですね、こういったようなこう Vlog をですね、やっていきたいなというふうに思うんですけど、今日のテーマはですね、教員のこうブランディングっていうところの部分をちょっとお話しできたらなというふうに思っています。学校の先生ってね、本当に頑張ってる人が多いんですよ。多いけど、世間からは学校の先生ってやっぱりこうしんどそうとか、なんかストレス抱えてる感じに見られがちやと思うんですよね。で、あまりにも世間からの評価が低すぎるなと思ってて、で、学校の先生がもっとブランドを持つことができれば、学校自体がもっと良くなるし、保護者からの多分声も変わると思ってるので、学校の先生がもっとブランディングができるようにですね、もしこれを見てる保護者の方とか中高生の皆さんは、特に中高生の皆さんはね、多分学校に1人ぐらい、なんか今までね、好きな先生とか、この人になってみたいとか、この人みたいに生きてみたいなとかっていう影響を与えてくれる人がいると思うんですよ。なので、そこのね、先生の応援をね、することがまず大事なんじゃないかなと思って。で、先生はその生徒たちのために動いているっていうのは、まあまあマストだと思うんですけど、なんか子どもたちもアクションを起こしてほしいなと思って、いろんな学校の先生の面白い先生を自分でちゃんとこう親に伝えるとか、学校に報告すると、他の先生、あの先生が本当に面白い、特に上の先生に、校長とか教頭とかね、主任とかね、それぞれの長とかになんか伝えていくっていうことを本当に大切にしてほしいなと思って。で、生徒から人気ある先生がもっともっと上のこうところに行けば、学校は絶対面白くなると思うんですよ。だから、なんか人気のある先生とかカリスマ性がある先生とかっていうのは、なかなかこう上に上がっていってないような印象もあるんですよね。どっちかっていうと煙たがられてるところの学校の先生もいると思うので、今日はね、デジハリの、先生、取締役の方とちょっとお話しさせてもらったんですけど、やっぱり教員のブランディングっていうものが課題であると言ってたんですよね。なので、こうスポーツメーカーだったら、この人っていうスター選手を作って、そのスター選手にお金をどんどん投資すると。そしたら、そのスター選手がナイキやったとしたら、ナイキの靴とかナイキのズボンとかナイキの服が売れていくわけですよね。投資損すればね、その人が活躍すればするほど。だってそれはスポーツのジャンルの中での話なんですけど、例えば教員のジャンルでカリスマ性のある先生がこうできました。カリスマ性のある先生にどん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 企業が投資してくれたり、学校が投資してくれて、その先生がどん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 活躍の場が広がっていくことによって、子どもたちがあんな人になりたいな、ああいう先生になりたいなとか、あの先生の言っている職業をやってみようとか、あの先生が言っている大人に会ってみようとかっていうところの部分で、なんか子どもたちの可能性が広がるような、新しいこう教育のこう道っていうのが作れるんじゃないかなと。でないと、やっぱりどこどこ大学に行きましたとか、国公立行きましたとかいうとこの部分が、大学とりあえずこの大学に行かないとみたいな、親御さんの目線がやっぱりこう大学進学のところに向いちゃうので、それと違ったベクトルを作るために、教員のブランド化、ブランディングっていうのがすごく大事で、そのためには中高生とか保護者の方がこの学校の先生を応援するみたいな感じの制度というか仕組みっていうのができればいいなというふうに、思っています。皆さんはどう思いますか？こんな学校の先生がいたらいいとかいうのはよくあるんですけど、この先生を応援したいみたいな先生は皆さんにとっていましたか？どんな先生だったら応援したいと思われましたか？っていうのをちょっとぜひ聞けたら嬉しいなというふうに思っています。はい、それでは、また投稿したいと思います。皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。